もしリモコンのボタンを押してもチューナーの表示窓に変化が見られない場合は、リモコンの電池を交換しましょう。メーカー設定をしましょう。メーカー設定はリモコンの右上の電源ボタンを押しながら特定の数字ボタンを入力することで設定できます。